琉球松は松か松族の針葉樹。別名は琉球赤松、沖縄赤松。沖縄方言ではマーチ、町、八重山方言では町という。沖縄県の県木にも指定されている。南西諸島の海岸付近に生育する。本土では赤松と黒松がそれぞれ内陸と海岸に分化しているが、沖縄ではそれらに対応するニッチはべてこの種が占めている。 明治以降、緑化、または、新炭材にするために、小笠原諸島にも移植され、父島と母島で広く繁茂する外来種となっている。常緑公木で、私有同種。過去の大戦で各地とも大きく減少した琉球松だが、その荒廃した森林は、琉球松林として復活した。しかしその後本土に遅れて、松食い虫が侵入し、 近年はその被害で減少している。他方で海岸の黒松林にあたる部分は外来種の木馬王が占めていると見られる面もある。パイナップル産業の木工により産地が開墾され、松が故死したものも非常に多い。石垣島ではかつて直径1メートルを超す巨松が群生していた。名木として干渉されているものに、久米島のゴイダの松がある。ありがとうございます。